皆さんこんにちは、ひなです。本日はですね、もう私が本当に大好きすぎてもう大愛用しているユニクロのエアリズムコットンブラチューブトップを使っていろいろと着回しコーディネートをご紹介しようかなと思っております。もう本当に私はこのエアリズムコットンブラチューブトップも持っていればこの夏は間違いないし、なんならもう夏以外秋まで本当に使える、これあればもう本当にインナー困んないよみたいな感じなぐらいすごく使えるインナーだなって思っているので、もう私もすでにね、ちょっと前にも紹介したことあると思うんですけども、定番のね、もう使いやすい白はもちろん、ブラックも持っていて、グレーも持っていて、この3色以外にも、なんなら白と黒に関してはもう1色ずつ洗い替えが置いているっていうね、もうそれぐらいもう5着持っているんですけども、本当にほぼ毎日のように私はこれを着て過ごしているので、まあ実際に今回はこういった T シャツの下に着て使うこともできるんだけど、あえてこれはね、見せてもめっちゃ可愛く仕上がるアイテムなので、少し見えるようなコーディネート、これをちょっとポイントにしたような感じでコーディネートをね、各参考でずつちょっとご紹介していこうかなと思っております。よかったら最後まで動画を見てっていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、というわけでまずは白のカラーからご紹介していきたいと思うんですけども、実際に着替えました。こんな感じでオールホワイトのコーディネートをするときにはね、もう必ずと言っていいほどこのユニクロのエアリズムコットンブラチューブトップの白を使います。で、基本的に一番私がその中でも多い着方の一つがこういった形のシアーのトップスとか、ちょっと透け感があるようなトップスのインナーとして使うことが多いので、ちょっと一番多いこんな感じでコーディネートを組んでみました。これね、肩紐取り外しができるのでまたちょっと後でご紹介をするんですけども、全然ね、つけた状態でも変に目立ったりとかしないので、こういった感じの透け感のトップスとかに合わせてもめっちゃいい感じになります。ちなみにこのトップスこんな感じで後ろがね開いているんですけども、背中開きのトップスとかも全然対応できるように、ここのインナーがねこう変に見えないんですよ。ちょうどいい位置なので、結構背中開きのねトップスとか本当にトレンドでよくいろんなブランドさんから出てったりとかするんですけども、そういった時とかはもう全然これで OK みたいな、全然こう不安定なインナーをつけなきゃいけないってこともなく、もうこれで十分かなって私自身は思っているので、そういった時とかにも使ったりしております。はい、で全身のご紹介なんですけども、オールホワイトコーデということでこんな感じでまとめてます。まあちょっと白と黒の大人っぽい感じのコーディネートで、まあ本当に最初にも言ったけど、こんな形でオールホワイトコーデをする時とか、まあ同じく白のトップスとかボトムスで合わせたいなっていう時にこのカラーは使うことが本当に多いので、めっちゃリアルな私の定番、迷ったらこのコーディネートみたいな形になってます。なんか結構人それぞれ意見はもちろんあるかもしれないですけど、私はこのタイプのインナーでユニクロね、いろいろある中で出会って本当に使いやすいし、インナー感っていうのちゃんとねこう V になってるようなものとかもあるじゃないですか、形がそれじゃないみたいな、もう別に鎖骨とかこの辺が綺麗に見えるようなものとかでも全然いけちゃうから、こういう透け感のあるトップス着てもここがねインナー感っていうのかな、下着感みたいな感じが出なくて、まっすぐなねチューブトップの形っていうのがもうさらっと着こなせちゃうのがめっちゃいい感じですよね。本当にこれでねカップ付きっていうところがさすがすぎるので、まず1着目はこんな感じのコーディネートでした。はい、というわけで続いて2つ目のコーディネート着替えてきました。こんな感じです。この2つ目のコーディネートはさっきはねこうシアーのトップスの上に重ねるみたいな着方をしたんですけども、あえてもうインナーですよみたいな感じで見せたコーディネートを作ってみました。これ実際に私も最近韓国に行ったんですけど、その時に空港コーデとして着ていました。ちょっとこの中のインナーだけがこれ選択してね行ってしまっていたので、違うもので対応していたんですけども、全然このユニクロのエアリズムコットンブラチューブトップでも問題なく
OK かなと思って組んでみました。もうこれの良さってちょっと一つ目のコーディネートの時と被っちゃうかもしれないですけど、インナーとして着るだけじゃなくって本当にトップスとしても着れちゃうっていうところが本当にいいところだなって思っています。全然こう普通に着て出れるよねみたいなもう下手したらもう別にシャツ着なくてこうやってパンツにもデニムとかと合わせてみたいな感じでも全然いけるみたいなくらい本当にね、こうトップス1枚みたいな感覚で着れるところが本当にお気に入りなんですけど、まあ、これ素材もねもう知ってる人も多いと思うんですけど、こうつるっとした感じの素材になっています。なんでこうシャツとかとの合わせもめっちゃ相性が良くて、すごくこういう組み合わせもよくやるコーディネートです。で全身こんな感じになっています。パンツはレフリーのねこの春のオリジナルのパンツで合わせているんですけども、オールホワイトコーデとかが一番多いは多いんですけども、ちょっとこういうカラーの爽やかな色、今回ブルーのシャツ着てはいるんだけど淡めのピンクだったりだとか、まあ、それこそちょっとこう今の時期だったら涼しげのあるようなカラー、シャーベット系のカラーとかパステルカラーとか、そういった感じのカラーのトップスだったりボトムスとかに白を合わせるの本当に使いやすいなって思ってるので、そういう色を取り入れたい時のインナーとして使ったりすることもよくあります。でこれをちょっとスニーカーでカジュアルに外してみました。こんな感じでキャップかぶってもめっちゃ可愛いと思います。はい、こんな感じで、いや本当にいいですね。別にこうやってさチラッとシャツとかで上だけ締めて見せるみたいな感じの時とかにも使えちゃうんですよ。本当に万能、もうそれぐらい大好きなインナーということでちょっとご紹介してみました。はい、まあ、夏はね暑いからこのぐらいなんかサラッとしてる方が良かったりするので、まあ、袖出すのが苦手だなっていう方とかもねこれ着てシャツとか羽織っちゃえば全然いいかなと思うので、はい、2つ目はこんな感じです。はい、ということで白のカラーラストコーディネート組んでみました。こんな感じの袖が本当ないタイプの、まあ、これワンピースなんですけど、こういった感じのアイテムを着るときに使えます。でこれね肩紐が取り外しができるっていう風に途中で言ったんですけども、このタイプだと結構この肩幅の部分ね布の面積がないので、まあ、別に見えても全然変ではないんだけど、もう私はチューブトップになるんだったらっていうことでこういったちょっともう結構ねここの布の面積少ないタイプ、まあ、キャミソールとかもそうですねの時は肩紐をも取り外しちゃいます。なので今ね完全にチューブトップだけ着ている状況なんですけども、まあ、こんな感じのね U で開いているワンピースをちょっと着てみました。まあ、これシンプルに黒のワンピースなんですけども、別にまあこのワンピースタイプじゃなくってこれから夏もっと暑くなってくると思うので、まあさっき言ったキャミソールタイプとかタンクトップの下、別にここがこう見えない状態のものとかでも下に着て楽しむことできますし、それこそこういったアメスリのトップスの下とかに着たりすることとかもできるので、こんな感じで着てみるといいんじゃないかなって思います。これはちょっと黒でかっこよく大人っぽくコーディネートまとめてみました。結構こういうコーディネートで夏は過ごしたりもしたいななんて思っております。はい、それでは続いて黒のカラーですね、ご紹介していきたいと思います。同じく3パターンご紹介していこうかなと思ってるんですけど、まず1つ目のコーディネートということで、まあ、ちょっとねこんな感じでまずは白のサテンのパンツに合わせているんですけども、まあ、これだけでも別にいけます、いけるんだけど、まあ、ちょっとこれにこんな感じの、これまたシアなんですけども、ちょっと今度は長袖のカーディガンみたいなね、もう本当に春夏めっちゃこう使える、これをねちょっと着ていこうかなと思っております。はい、ちょっとパーッとこういうカーディガンを合わせてみました。まあこれボタン閉めても別にいいかなと思ったんだけど、まあ、あえてこんな感じで見せていこうかなっていうスタイルで今日はやっていきたいと思います。もうやっぱり同じく白はやっぱり白のアイテム、トップスとか明るめなカラーで合わせることが多いって言ったように、黒はやっぱり黒、ちょっとこう暗めなトーンのトップス、カーディガン、シャツ類とかを着る時に使うことが多いです。なのでやっぱりこうシアとか透け感のあるお洋服とかに合わせるってなってもこういう黒のカラーを私は選ぶことが多いんですけども、まあ、これも本当に白の2つ目のコーデで紹介した時みたいに、もう見せる状態で、これまた肩紐つけた状態のままなんですけども、こういった形
つで合わせてみました、はい、でこれもやっぱり白黒でちょっと大人っぽくまとめたりするのが好きだったりするので、全身こんな感じでまとめてみたんですけども、まあ、夏の楽ちんコーデっていう感じですかね。もう全然お家でも過ごせるみたいなラフスタイルになっています。でラフスタイルを作る時の私の、まあ、コツというかちょっと大事にしているところが、カジュアルすぎないようにするっていうところを大事にしています。なので今回で言うと、あえて白のこうスウェットとかちょっとカジュアルすぎるようなデニムも、まあ別に可愛いは可愛いんだけど、デニムよりはちょっと大人っぽくしたいなっていう時は、こういうちょっとこうサテン系のパンツとか、まあ、ちょっとこうテラッとした感じでも光沢感があるようなパンツとかを持ってくると、楽ちんなんだけどちょっとおしゃれちゃんとしてますよみたいな感じに見えるのかなって思って、そういったところはねちょっと心がけたりしています。あとはね、いろいろカラーを持ってくるのではなく、あえて白黒で全体を統一してみるといい感じにまとまったりとかするので、そういう風な組み合わせをしてるっていう感じですね。はい、まああえて靴はウーホスのこの厚底の黒のサンダルを持ってきました。はい、こんな感じのコーディネートです。はい、というわけで続いて2つ目のコーデ着替えてみました。2つ目のコーディネートもちょっとね、オールブラックな感じでかっこよくまとめてみたんですけども、まあ、同じくシアの素材になります。まあ、結局エアリズムのこのねインナー合わせるってなった時に、もう T シャツ上から着たりとか、ね、そういうものはもう間違いなく使えるっていうところで、今回はね、まあ、見せるっていうことで、まあ、シアのトップ3系が多くはなってくるんですけども、こちらは、ちょっと丈のある、まあ、ワンピースのもので合わせてみました。でこれ肩ひもまあ外してもいいかなと思ったんだけど、あえてまあこういう風に見せちゃっても、この場合はもうそもそもから透けてるようなものなのでいいかなってことで、キャミソール、もう肩ひもつけた状態で着回しております。やっぱりこういう透け感のある時、まあ、特に黒合わせる時はこのエアリズムコットンブラチューブトップ、黒は大活躍するなってことでよく使っているんですけども、まあ、このシアーのタンクトップのワンピースの下に、最近韓国でゲットしたこれね、シャカシャカ系の黒のパンツ、ヒールを合わせた大人っぽい、本当にスタイルアップが叶うような、そんなコーディネートでまとめてみました。なんでまあシアーの素材じゃなくて、それこそ最近だったらメッシュのトップス、鍵編み系のものとかもよく出てると思うので、そういった時とかにも全然使えるんじゃないかなって思います。はい、ラスト黒のカラーを使ったコーディネートということで、まあやっぱり黒ですね黒なんだけど、このコーディネートに関しては最初の1つ目2つ目はこのね、ユニクロのコットンブラチューブトップを見せるっていうところで組んでみたんですけど、今回は見せるんじゃなくって、まあ、こういったキャミソールの時とかに着るインナーどうしてるっていうところでこのコーディネートを組んでみました。これはですね、黒のこういったキャミソールタイプのオールインワンになっているんですけども、この下に肩紐を外した状態でちょっと見えるかな、ここにちょっと脇の下とかだったら見えるかなと思うんだけど、着ている状態です。まあ、こういった形でキャミソールタイプのワンピースとか、こういったねオールインワンとか着ることとかも増えるかなと思うんですけど、まあ、黒だったら黒合わせるし、逆に白だったら白合わせるしみたいな感じで使うとすごく使えるのでいいんじゃないかなって思いますね。なんでそれこそオケージョン系のアイテムだとやっぱりどうしてもこう肩紐が見えちゃうものがあるとか、まあ、背中が空いてるからどうしようみたいなお洋服とかあるじゃないですか。そういった時とかにも普段着だけじゃなくって使いやすいかなって思うので、まあ、これはちょっとオケージョンっぽくも使ったりするので、そんな感じで着てみるのもいいと思います。でこれはねちょっとこうかっこよく黒で少しきちっとした感じで組んでみました。こんな感じで本当にこのオールインワンもめちゃくちゃ使いやすいので大のお気に入りなんですけども、夏はこの黒のチューブトップに頼っていっぱいコーディネート組みたいなと思っております。はい、というわけでラストグレーのカラーでご紹介していきたいなと思います。でグレーって結構やっぱ白と黒が定番に使いやすいというイメージがあるかなと思うので、まあね、ついつい白黒、まあ、もちろんそれが使いやすいので必ず白と黒を1個ずつ持ってても全然後悔しないんじゃないかなって思っているんですけど、グレーもね意外と使えるので、まあ、どういう風に組み合わせてるのかっていうのをねちょっと
紹介しようかなって思います、まあ、まずはちょっとね今ボトムスはデニムとサラッと合わせてるんですけども、はい、こんな感じのねちょっと鍵編み系でいきたいと思います。グレーに関しては黒のトップスでも白のトップスとかでも結構相性がいいんじゃないかなって私は思っているので、今回まずちょっと黒で一つ目は紹介していきたいなと思っているんですけども、はい、こんな感じです。ちょっとこうオーバーめなサイズのこういったカーディガン、まあ、トップスにもなるもので合わせてみたんですけど、別に黒で黒の2つ目に紹介したカラーですね、チブトップの方でも全然問題はないです。もちろん相性はいいかなと思ってるんだけど、あえてグレーにすることでこれ別にみたいな、こうインナーで合わせてるわけじゃないよみたいな、わかりますかね。なんかちゃんといろいろカラーのコーデを考えて、あえてグレーを持ってきた方が統一感出るんじゃないみたいな、そんな感じの雰囲気に持っていけるじゃないかと思って、私は結構あえてなんかこういう透け感のメッシュの黒を着たいなって時はグレー使う率が多かったりします。でちなみにこれね今こういう風に前で着てるんだけど、なんとこれは 2way 仕様になっていますので、パンとひっくり返って着替えます。はい、こんな感じでこうやってしてあげるとまたちょっと雰囲気が変わるんだけど、こうやってさ、これは結構 V が深いのでこういう風にユニクロのね若干見えたりもするんだけど、でもなんかグレーで可愛くないですか。でパンツもね淡いカラーのデニムにしているので、なんかそれも相まって黒にしすぎずちょっと爽やかな雰囲気も出てていいんじゃないかなって思っております。はい、本当にもうこのカーディガンに関して着るとき結構もうこのユニクロのチューブトップ使うことがめっちゃ多いです。はい、というわけでグレーのカラー2つ目のコーディネートは今度はさっきと変わって白で合わせてみました。まあね、オールホワイトコーデをするってなったら、まあ、白で統一したりしてあげるのが、まあ、まとまりはいいかもしれないけど、あえてグレーでも白は相性がいいので、ちょっとこんな感じで組んでみました。ちょっとこうハンサムっぽいカジュアルな雰囲気もありつつみたいなコーデにしてみたんですけど、ちょっと腕も曲げてもいいかなと思うので、そうね、こんな感じでクシュッとさせて着崩してあげます。いい感じですね。パンツはね、ユニクロの白のタックワイドパンツなんですけど、もう真っ白のカラーになるので、グレーの相性めっちゃいいかなと思います。このグレーは、まあ、白ですね。アイボリーっていうよりは、本当にこう真っ白の白に合わせてあげる方が、こうちょっとこう爽やか感が出るかなと思うので、個人的には白合わせるときはこういった感じのカラーがいいんじゃないかなと思います。で、これはちょっとこうカジュアルな、ハンサム女子みたいなコーディネートにしたかったので、こんな感じで全身組んでみています。あえて靴はヒールではなくスニーカーにしてますね。これにアイウェアをつけてあげたりとかして、ちょっとカジュアルな感じ、まあこれでなんかテラス席とかでコーヒーとか飲んでたら白なので気をつけなきゃいけないんですけども、すごいおしゃれだななんて想像をしながらコーディネートを組んでみました。今回ね長めのズボンにしてはいるんですけど、これ白のハーフパンツとかでもめっちゃ可愛いと思うので、そういった組み合わせもいいと思います。はい、ということでラストのコーディネートこんな感じです、まあ、これもねワンピースキャミソールタイプスタイルで、まあ、夏コーデっていう形で考えてみたんですけども、こういった感じ、まあ、グレーなので黒白間違いない、まあ、カラーで合わせるならブルー系とかだと相性寒色系ですねいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、こういったちょっとシルバー系のねトップスだったりとかそういったものとかも最近よく出てたりとかもするので、そういった時のインナーにも使えるなって思ったので、ちょっと今回はこういうメタリック系のアイテムを使って組んでみました。これはですねこうシルバーって言ってもすっごいこうギラギラしすぎてるみたいな感じのワンピースではなくって、割と馴染みやすいような形のものになっています。でこれ本当にちょっとねチラッと見えるかなにグレーを入れてます。白でもまあいいかなと思います。黒はちょっと着てる感が出るので、私だったら白かグレーをこれを合わせるんだったら着るかなってことで、ちょっと今回はこのグレーを合わせてみました。はい、全身もこんな感じです。これ下にボトムスとか履いてもいいかなと思うんだけど、ちょっと夏コーデっていうことで、まあ、このコーデとかで海とか行くのもめっちゃ素敵だなって思うので、それをイメージして組んでみました。全体的にグレーで統一して、黒で重くないし白で爽やかすぎない、そんなカラーにグレーはなるので、私自
自身すごく好きなんですけど、シルバーと合わせるとめっちゃ相性いいので、こんな感じで最後まとめております。はい、というわけで以上ですね、全部で9コーデご紹介してみました。いかがだったでしょうか。まあ、今回はちょっといつものルックブックとは違って、まあ、こう解説とか、まあ、なんで私がこのカラーにこれを合わせてるのかみたいなところをなんかこう伝えたかったのと、よくこうインナーこのトップスの時何合わせてますかっていう質問を多くいただくことも多かったので、こういった形で動画を撮ってみました。本当に、まあ、最初にも言ったように、このエアリズムコットンブラチューブトップ、もう一つ持ってたら間違いない、もうなんならもう一色ずつ持ってても間違いないって思っているアイテムなので、とにかく、まあ、こういった肩ひも見えないタイプの洋服着る時とか背中開き着る時、もう悩んでまずって思ったらユニクロに行ってこのエアリズムのチューブトップをゲットしてみてください。本当に使えるのですごくすごくおすすめです。はい、ということで今回は以上になります。本当によく私のインスタグラムであったり、このあとルックブックとかまた出すと思うんですけど、その時にも出る頻度多いし、がっつり紹介はしないかもしれないけど、だいたいインナーこれ着てるので、あ、ひなちゃんこれも今回着てるのかなみたいな感じでまた見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。